の調査は終了した。これより葬儀の準備に入る。みんな始めよう。一つの旅は煉獄に終わる。しかし願おう、地獄をめぐる旅人たちが今度こそ天国へ至ること。次はこちらです。違うな、この兵士ではない。似ているが違うな。どうです？見せてくれ。この兵士で間違いないでしょうか？ああ、ありがとう。会いたかった。これから私がすることをどうか許してほしい。
全ての鍵となる。シグナルを確認。パッケージを回収する。そいつに随分ご執心のようだな。あなたもすぐにそうなるでしょう。この兵士こそが登場を待ちわびていた旅人、聖堂を踏み外した罪の担い手ですよ。君は相変わらず私的な言い回しを好むな。しかし今は付き合っている気分ではない。本題に入ろう。報告は読ませてもらっている。こいつは規制されているそうだな。ええ、その影響で今は仮死状態にあります。だがそう遠くないうちに目覚めるでしょう。そして人類に対しての脅威となる。そうはなりません。何言ったでしょう、旅人だと。この兵士には地獄の門をくぐってもらうつもりです。バカな、本気で言っているのか。部隊から連絡が途絶えてもうしばらくになる。そして我々に残されたエナジーは一人の人間をやっと送れるかどうかというほどしかない。セクションの命運をこいつにかけようというのか。規制されたこいつに。だからこそですよ。もはやこの兵士はこちらの世界では生きられない。逆に言えば向こう側での任務にこれほどふさわしい人材はいない。違いますか。そしてもう一つ素晴らしい素質を持つ。腕を見てください。ただの腕だ。その腕は半年前に切断され失われていた。何だと。だが再生した。規制により肉体が活性化した結果です。それだけなら問題ではない。重要なのは人間の腕として再生したこと。規制に対して驚くべき順応性を持っている証です。この兵士ならば、亡者のはびこる向こうの世界に必ず適応します。1943年のフィラデルフィア計画、初めての転移実験で見えた未知の世界への希望。この兵士は、それ以来我々が求め続けてきた全てのものを手に入れることができる。我々は幾度の失敗を繰り返してきた。半年前にもな。根拠のない考えに賭けるわけにはいかない。根拠はあります。地獄に落ちた人間は遠くにあるものはよく見えるんですよ、グルーエン。またお得意の予言か。ザレノとはよせ。この提案はセクションやあなたに光をもたらす。あなたはこの兵士を今後も実験体として扱うつもりでしょう。だがそれで得られる成果など所詮微々たるもの。任務が成功すればその利益は計り知れない。
停滞しがちだった研究を、いやそれどころか世界を一つにする力となりうる。セクションの合意を取ろう。何にせよ君の独断専行は目に余るものがある。今後の対応は追って指示する。それまでは決して勝手な真似はするな。勝手な真似はするなか。何も知らずに幸せな連中だ。未来は私の手で切り開く。その場所こそワームホールの向こう側、ディーテ世界だ。ここからは一切の希望を捨てよ。恐怖も疑心もだ。君にとってのベアトリーチはその先にある。さあ任務に移れ。ブリーフィング通り、まずはベースキャンプに向かうんだ。両手を上げてそいつから離れろ。その装備、マザーベースの残党か。おい大丈夫か。何をした？
前の悪運を分けてもらうぞ。俺は仲間を撃って生き延びた。何があろうと死ぬわけにはいかない。お前には山ほど聞きたいことがある。あの化け物は一体何なのか、ここはどこなのか、俺の部隊に何が起きたのか答えろ。質問には私が答えよう。あんたは？君の話し相手だよ。名前が必要ならグッドラックとでも呼んでくれ。そういう君は何と呼べばいい？リーブでいい。やはりな。何がおかしい？いや、気にしないでくれたまえ。さて、最初に言った通り、君の疑問に答えるとしよう。君たちが遭遇した化け物の名はワンダラー。詳しい説明は省くが、あれでも元は君たちと同じ人間だ。そしてそこはワンダラーによって滅ぼされた世界。君たちが元いた世界とは異次元にある地獄だ。未知の生物に異次元？おい、ふざけるなよ。本気だ。それに私の話を信じようが信じまいが、君は今自分が危機的状況に陥っていることは理解できているはずだ。そうだろう？そこでだ、君にチャンスをやろう。こちらの任務に協力しろ。そうすればその世界からの帰還の際に君も同行させてやる。我々は君にとっての命綱だ。よもや断りはすまい。これが済んだらあんたを地獄に叩き落としてやる。いい返事だ。では予定通りその廃墟を抜けてベースキャンプへ向かってくれ。手段は君とキャプテンに任せる。キャプテン？こいつのことか。不満か？もともと任務でこの地を訪れることになったのは我々だ。必然的にリーダーは君が譲るべきではと思ったのだが。まあどうでもいい。では俺から作戦を提案する。グッドラックの指示通りベースキャンプとエラに向かうにせよ、そこに化け物まで連れていくわけにはいかない。幸い部隊の工兵が持っていた C4 がある。ここを潰すには十分な量だ。俺は C4 の設置に動くから、その間にお前は一足先に廃墟を離脱、退路を確保してくれ。よし、では作戦開始といこうか。自分一人で逃げるなよ、キャプテン。戦闘は避けていく。